ベッティーナ・フォン・アルニムベッティーナ・フォン・アルニムは、ドイツの女性作家、文学者。ドイツロマン主義の最盛期の代表として、著名な人物で、また、同時代の著名なロマン主義の文学者、アヒム・フォン・アルニムの妻でもある。兄、クレメンス・ブレンターノも、同じ著名なドイツロマン主義の詩人である。一般にベッティーナ・フォン・アルニムと呼ばれるが、本名は、 エリーザベト・カタリーナル・ドビカ・マクダレーナ・ブレンターノである。ベッティーナ自身は、ベッティーネと名乗ることが多かった。この名称は、現在も若干の電気作家によって使われている。大正人、ペーター・アントン・ブレンターノと妻・マクシミリアーネ・ホンラ、ロッシュの12人の子の7番目として、フランクフルト・アムマインで生まれた。11歳の時に、母親が亡くなり、13歳になるまで、 フリッツラーのウルスラ会の修道院で教育された。さらに父親も亡くなってからは、オフフェンバッハームマインの祖母ゾフィー・フォン・ラ・ロッシュの下で暮らした。後に住まいはフランクフルトに戻った。姉のブンダは法学者フリードリ・ヒカール・フォン・サビニーに嫁いでマールブルクに今日構えており、ベッティーナもしばらくそこに身を寄せたこともある。その後、サビニーがベルリンに移るのについて、 彼女もベルリンに移った。1811年、アヒム・フォン・アルニムと結婚する。アヒムは彼女の兄、クレメンス・ブレンターノの学友であり、すでにフランクフルト時代にベッティーナと知り合っていた。結婚後、ベッティーナの文学的な活動の最盛期が始まる。さらに、彼女は夫の主要著作集と自身の著作集の編纂の仕事も手がけている。結婚生活は、 1831年にアヒムが突然亡くなるまで20年間続き、7人の子をうけた。1858年、ベッティーナは心臓発作を起こし、それから二度と回復することはなかった。1859年1月、ベルリンで家族が見守る中、息を引き取った。泣きはブランデンブルク州ニーガラーフレーミングにあるビーパースドルフの教会で、 夫アヒムと共に眠っている。アヒム本アルニムとの結婚から生まれたのは次の子供たちである。ベッティーナは様々な書簡対小説を執筆しており、下敷きになった書簡を文学的な自由な表現で過失している。その中でも1835年に刊行されたゲーテのある子供との書簡は一種のベストセラーにまでなった。これはとりわけロマン主義の人たちの間では、 後世のゲーテ像に多大の影響を及ぼしたとまで語られるものである。1929年にはその転居となった書簡も発見されている。書簡対小説ギュンデローデでは彼女はカロリーネホンギュンデローデとの友情と彼女の自殺を題材としている。その他に彼女が特に精力的に取り組んだのは音楽と絵であった。しかし、 こうした活動も雑多な主婦としての務めや、一家の家計の苦面によって、かなりの時間を奪われていった。ベッティーナ・フォン・アルニムの社会的な問題との関わりは、ベルリンでこれらが流行し、数多くの人たちが犠牲となった1831年に始まる。彼女は明らかに社会批判を意図した、この本は王のためのものであるを執筆している。 1848年の放棄が挫折する中で、彼女はその続編となるデーモンとの対話を執筆した。この本は1919 19年にさらに新しい版が出て、革命への呼びかけという副題が追加された。レーデルハイムのブレンターの公園にあるペトリウハウスベッティーナは、政治や文化の分野における数多くの著名人とも交流があった。フランクフルト時代にはすでに、 カロリーネホン・ギュンゲローデと信仰を結んでいた。1806年には、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの母、カタリーナ・エリザベート・ゲーテと長きにわたる信仰が始まっている。その1年後に彼女は、バイマルで、彼女が神のように崇めていた、ゲーテ本人を訪問し、そこから二人の間で後に、有名なものとなる書簡の往来が始まる。1810年まで彼女は、 南ドイツのあちこちを移動し、ここでも、ルートビヒティークや、ルートビヒバンベートーベンのような芸術家たちや、学者たちと知り合いになった。1836年、後に、ゴットフリート・キンケルの妻となるヨハンナ・マチューが、ベルリンの彼女のもとに同居し、二人は、非常に親密な関係にあった。ヨハンナは子供たちにピアノを教え、多声歌曲を二人で一緒に研究していた。 ベルリンの文学的なサロンの一つで、彼女はラーヘル・ローベルトに出会っている。夫が亡くなった後、彼女は盛んに、フリードリッシュ・ライア・マハーや、ヘルマン・ホンピュック・ラームスカウト行き来する。彼女は、フェリックス・メンデルス・ゾーン、若きヨハネス・ブラームスや、ロベルト・シューマンとも出会っている。シューマンは、事実上最後の作品の一つである、暁の歌を彼女に検定している。 1837年の事件以来、社会的に追放状態になっていたヤーコップ・グリムとビルヘルム・グリムの兄弟も、1840年に彼女の影響力によってベルリン大学に招聘された。兄、クレメンス・ブレンターノが一時住んでいたことのあるフランクフルト・レーデルハイムのいわゆるペトリハウスで、彼女は数多くの作家、著述家と知り合いになった。その中には、 グリム兄弟のほか、アデーレ・ショーペンハウアー、マリアンネ・フォン・ビレマーなどがいる。ゲーテも何度か、ここに泊まっている。ドイツのマルク紙幣に描かれている、肖像が1985年、生誕200年を期して、ベルリンでベッティーナ・フォン・アルニム教会が創立された。同教会は、19世紀の著名なベルリン女性の、生涯と業績を広く、世間に知らしめることを目標としている。 協会は3年ごとに賞金につかない研究奨励賞を出し、また、ベルリンのサン・アルビン出版社からベッティーナ・フォン・アルニム協会の国際的な研究年報を発行することとなっている。1992年、この協会により、ベッティーナ・フォン・アルニム賞が創設された。また、ブレンターのハウスにて、アルニムの生活の一部を垣間見ることもできる。ブレンターのハウスは、 ブレンターノ家の夏の別荘であり、現在もブレンターノ家の所有になっている。ベッティーナ・フォン・アルニムは旧ドイツ・マルクの五マルク社兵のモデルにもなっている。ベッティーナは様々な方面から異なった受け止められ方をしている。同時大臣は彼女を気まぐれで扱いにくい人間、おしゃべりで家のせいと批評した。彼女を業視がたい存在として、 うるさがったのはゲーテだけではない。一方で、多くの人は彼女を伝統的な飲酒から、解放された才能豊かで好奇心旺盛な女性で、自分のためだけでなく、他の人間のためにも、個人的な自立と精神の自由を獲得すべく、戦い続け、多大な成果を得た女性と称えている。ベッティーナの生涯は、作家ミランクンデラによって、彼の小説、 不滅の中で詳細に検討が加えられている。その本のタイトルにもそのままに現れた表現で、クンデラは彼のベッティな解釈をその生涯にわたり卓越した人物に入れ込み、またその人たちに深い情調的な関係を吐露することで、彼女は自身の永遠の名声に到達しようと考えたと語っている。この解釈は彼女のゲーテとの往復書簡と彼女が その実際の手紙に加えた軸の改変の分析を通して具体的なリアリティを伴って示されている。ありがとうございます。